はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、なんとなんと、やっとのことで、YouTube チャンネル5000人を達成しました。ありがとうございます。今日は、感謝の気持ちも込めまして、また、今日に至るまでの苦労話、約10年以上もかかって5000人になりました。ただし、この5000人というのはですね、 この2、3年で達成しまして、それまでの約10年間というのは300人ぐらいまでしか伸びませんでした。その辺の苦労話、そして特に僕は今音楽を中心にやっているわけですけれども、そういう音楽で YouTube を頑張っているそんな人にも少し参考になっていただければという気持ちでタイトルとしては 最初のの失敗の教訓この内容でお話を進めたいと思います。まずは今日初めて僕のチャンネルを覗いてくれる方のためにですね僕は今本業としましてはサウンドエンジニアということでやっています。少しばかりですけれどもメジャーのミュージシャンの方やそしてコロナになるまでの約78年若い ミュージシャンのシンガーさん、そういう人を少しでも世の中に出るチャンスがあればと思って、拙えながら僕の音楽の知識をアドバイスして、デビューに至ってくれた人もいます。僕はそういう感じで小さいながらにもミュージックスタジオというのをやっていまして、お客様というのは関東から九州までかなり多岐にわたっております。 もちろん今もその仕事は継続しておるんですけれども、それまでというのは僕は IT やいわゆるプログラムをしたりとか、コンピューターの仕事を長い間してきました。実家が美容室ということもありまして、20歳から27歳ぐらいまでは家業の仕事も継ぎながら、 コンピューターの勉強をしていまして27歳の時に美容師という仕事からコンピューターの仕事をやろうというふうに決めましてそれからというものは全国を飛び歩いたわけですおかげさまで皆さんもよく知ってるような日本のトップで活躍しているような方ともお出会いする機会があって今日に至っています まずは今日は5,000人達成ということの感謝の気持ちで改めてお礼を申し上げたいと思います。いつも応援ありがとうございます。どうしてコンピューターの会社からサウンドエンジニアに転身したかというと今ものすごく IT という言葉はにぎわっておりますけれどもやはりいい時も悪い時もありました。 そんな中で中学生の頃から好きだった音楽を人生の後半にやってみたいなと思っていたところにですね島村楽器のトレコンというコンテストでファイナリストまで行くことができてそれが2012年ですその時から音楽を本業にしようと思って転身したわけですそれまでにも音響の仕事というのを少し コンピューターの仕事をやりながらやっていまして3000人ぐらいのクラスででもライブができるようなスピーカーやミキサーそういうものを持って近畿を中心にいろんなライブハウスさんとかと協力をしながら音楽をやっていましたので音楽の業界というのは覗き見程度でしたけれども難しいということもある程度は分かっていましたでも その2012年にさあこれからやろうとして蓋を開けた時になんと儲からない仕事なんだろうというふうに思いました曲を作ってもさほどの利益にはならないしそして業界にはたくさんの上手な人がいるということですね 音という意味では自分の中でもそれなりの知識はありましたけれども曲を作っていくそしてそれを売っていくということにとっても難しさを感じましたそれはやろうと思って12週間で気がつきましたああなんというところに来てしまったのかという思いもありながらでも 関西圏を中心にそうやってライブの音響などをやってる中からいろんな紹介もあって間口は広がっていったわけです。そして若いシンガーさんとかを育てるということに着手してですね、毎週ほどライブに連れて行って若干のサポート演奏などをしてですね、そして若い人に喜んでもらおうと活動していたわけです。 でも今から約3年前ですねコロナというのがやってきたわけですただし僕は決断は早かったと思いますこれは音楽は立ち行かなくなる可能性があるそれまででもライブハウスさんとかに今までのようにメジャーのアーティストさんなりがたくさん来て盛況にライブをするというのはもう 少しずつ厳しい状況になっていました。それはいいか悪いかは別としまして、アマチュアさんがステージに簡単に立てるようになった、もしくはプロの方に来てもらうということがしにくくなったライブハウスはですね、アマチュアさんの好きな人に歌ってもらう、観客の方から収益をいただくというスタイルから、 演奏に来て遊んでいただくことに対しての収益、それにも変わろうとしていたわけですね。そうなってきますと、どうしてもライブハウスの敷居が低くなりすぎて、なかなかお客様がライブハウスに足を向けない。それがだんだん顕著になってきました。もちろんメジャーアーティストさんとか、そういう部分は 事務所もついてプロモーションをするわけですから、その話には当てはまらないとは思いますが、いわゆるアマチュア音楽、そしてインディーズとか将来を目指している人のライブというのがなかなか厳しい状況がもうやってきていましたので、僕はコロナが来た時に、もうこれは他の方法を考えていくしかない。 そんな風に瞬間に思いました。それは IT をやっていたからかもわかりません。そして YouTube なかなか伸びないけれどももうこれしかないんじゃないかと思ってですね、一から勉強をしました。毎日毎日20本ぐらいの YouTube 指南動画、こうやったら YouTube は流行る。そういう動画を片っ端から見たりしまして、 勉強をしていくとなんか手応えが少しずつ感じられました。それはそう思ってから3ヶ月ぐらい経った頃です。急にチャンネル登録者の方とかが増えてきたというような現象が現れ出しました。いろいろ考え直しました。自分は全国で音響の仕事とかはしてるけれども、たかだか知れてるということに 自分の器を感じたわけですですから「有名でない限り」というキーワードと「ニーズに不足する」という2つのキーワードこれに気が付いたわけですね。いくらいいくら音楽僕のお弟子さんとかは歌もそこそこ歌えてビジュアルもプロになりたいというわけですから整ったビジュアルで 将来を目指したい。そんな気持ちになっている方も多いでした。でも、YouTube で動画を上げてもなかなか伸びません。方や何万人という人が見てるという動画もあるのに、自分では1年ぐらい経っても500、600、そのぐらいの数しかなかなか見てもらうことができなかったわけです。なぜだろうこの単純な疑問に ようやく気がついたわけですね。聞く人があって音楽は聴いてくれるということです。ですから、こっちがいいだろうというような、それは傲慢な考え方であって、お客様はそれを聞きたいと思っているか、そんなことは全く考えなくってですね、これでどうだというような、まあ、上から目線にはなっていませんでしたが、 どこかでは聞いてもらえるという自信のようなものもあったわけです。でもそれは大きな間違いだということに気づきました。コンテンツの内容、僕の仕事で言えば音楽のクオリティ、これはとっても大事なことには違いがありません。でもどんなにいい音楽を発信しても、それは知ってもらって聞いてもらってこそ 答えが出てくる。まあビジネスで言えば仕事になるということです。ですからいいコンテンツを作ると同時に広めるということにもっと力を注がないといけないということが分かったわけです。そうじっくり考えてみると僕はいろんな楽器も演奏しますが全て素人に毛が生えたぐらいの演奏能力しかありません。 そして音楽の基礎理論がとってもあったわけではなくたまたま島村楽器のコンテストでアコースティックギターのサウンドが良かったそれがあってファイナリストになったわけで音楽を制作するとかいうような能力もコンピューターの知識 DTM の知識があるがゆえに器用にこなしていただけですごい音楽家 と自分に問いただすと、うん。そこで勝負するのは無理だ。それは自分の過信でしかないということに気がついたわけです。そういう思いと同時にコロナはどん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 蝕んでいく中で、ただ半年ぐらいで1000人到達まで行ったわけです。僕は今から思い直すと、この 決断がととっっても良かったと思います。それ以降僕自身はライブハウスをちょこっと覗くことはあってもですね一度もライブもしていません自分が何をすべきかということを考えた時にもっと YouTube を伸ばして収益を上げないと僕は他の副業をしているわけではありませんこのネットを通じた音楽のレッスン そして YouTube を使った解説動画そういうのを力を入れてやってるわけですおかげさまで僕の思いは少しヒットした部分もありまして例えば僕はボーカロイドで出遅れましたあんなの歌じゃないというふうなどこかおごりがありましてそうしているうちにあれよあれよとボカロピー というような言葉が出てきたりするほど、ヤマハのボーカロイドもしくは初音ミク。これらはもう一つのジャンルに成長したわけです。この失敗を自分ながらにとっても感じていた僕は次に AI 歌声合成。いわゆる僕の場合はシンセサイダー V。これの発売の日に僕は二度とボカロの失敗はしないぞ。 と思って購入をしてどん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 動画を作っていきましたおかげさまで合計ではもう多分10万アクセスぐらいになっていると思いますずっとシンセサイダー V の解説動画は僕の YouTube の中ではほぼ10位までのランクに入っていまして YouTube 収益化のほとんどを占めるぐらいにもなっていましたその他にも 僕が強かったのはヤマハのシンクルームこれもシンクルームが発表になる10年ぐらい前からネットデュエットベータというのでですね随分研究はしていたんですねその他に早くから取り入れたものとしてはメロダインこれらも僕の YouTube の一つの柱になっていますそして DAW のスタジオワン この4、5本のメインになるような解説動画がありまして今日に至っているということになりますそうしながら僕は YouTube のセオリーでもあるサムネイルやタイトルこれにとっても工夫をすることとそしてトレンドワードいわゆる新しいものが出てきた時とかにその解説動画を いち早くやってみるそういうようなことに力を入れて今日に至っています僕が最近思うことそれはやはり仲間のミュージシャンにも YouTube で成功をしてもらいたいなというふうに思っていますもちろん完全な趣味の方は別に YouTube が流行ろうと流行らないことがあっても それは何の問題もありませんがやはり YouTube をちょっとでもお小遣いにしたいとか音楽を聴いてもらいたいそういう方にはいい作品を作ることが大事これは先ほども言いましたようにとっても重要なポイントなんですけれどもその時に自分はジャズが好きだからとかインストゥルメントが好きだから でも、今挙げたジャズインストゥルメントというのはやはりなかなか聴いてもらうのには難しい音楽の中でもとっても伸ばすのが大変な部類のジャンルになりますですからやはり今はユーラーさんが聴きたい音楽これを少し考えることも重要だと思うんですね僕の中では浅井ピアノ教室さんという方を お誘いしましてバミコさんという方が NHK の「お母さんと一緒の動画でとっても伸ばしてたんですね僕はその方に質問をしてそしてどうなんでしょうかいろんなノウハウを教えてくれましたですから僕はもう3日後には NHK のこの「お母さんと一緒の曲をアレンジするということに着手していましたそうしましたらどうでしょう 浅井先生のチャンネル登録者はごくわずかです。でも、毎月毎月出すことによって、何万人という人が見てくれるような動画も何本か出てきました。やはり、ユーザーが求めているもの、これをちゃんと理解するというのが、商用の音楽では重要なことだと思います。自分の好きなものよりも、お客さんが好きなもの、 ここに焦点を当てないとですね、YouTube を伸ばすということはそう簡単ではありません。サムネイルとかタイトルとか、もしくはその他の SNS の活動、とっても大変なことですけれども、やはり毎日毎日こまめにですね、やって、そして動画のアップもある程度の感覚で、時には毎日投稿もしてみたりとか、 いろんな工夫を重ねねてです、ね、研究しないと世の中の YouTuber と呼ばれる人はそれを仕事にできたらと思ってですねとっても研究していますなのに僕たち音楽家は作ることに忙しすぎて伸ばすことを後からに回しているということが多いわけですこのバランスをとっていくことがとっても重要だと感じています この数ヶ月でチャット GPT というのが出てきてから AI というのがとっても身近になりました。そしてこれは日々進化しています。それは指数関数的に伸びています。AI の話をミュージシャンにするとまだまだだとかそんなことで音楽は作りたくないとかいうようなことを言います。 もちろんそれも一理ありますし、クリエイティブなものはいつの時代もある程度は残ると思います。でも AI ももちろんもっともっと進化するわけです。ですから AI に全てを任すことはないですけれども AI をうまく活用するということは皆さんが今スマホを当たり前に使っているようにですね。 どん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 一つのインフラの中に AI というものが入ってきます。僕は約40年間 IT というところに携わって仕事をしてきました。いろんなトレンドが出てきますけれども後戻りしたものってほぼありません。途中で失敗したものはありますけれどもそれは誰かが引き継いで形を変え 必ず進化ししてきましたそれはワープロでもそうですし先ほど言いましたスマホもそうです DTM もものすごくアップデートしていっていますもちろん歌声合成はその中の一番顕著なものであるかもしれませんもう人間の声と判断がつかないほど歌を歌うようになりましたそしてこれからまだまだ ai そして音楽は進化すると思いますですから浦島太郎にならないように少しぐらいは許容してですね AI に取り組むというのもいろんな賛否両論はあると思いますけれども少なくとも僕はそうしてやっていこうと考えています今日はチャンネル登録者5,000人達成という中で音楽と YouTube これの関わりと僕の失敗談、そして今は成功とまでは言えませんが、なんとか5000人になってこれからも頑張っていきたいと思っているその気持ちを皆さんと共有させていただきました。今後とも僕のチャンネルもよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。長い時間ご視聴ありがとうございました。 村長でした。ブルーと相性のいい音楽用歌菓ソフト無料公開中。概要欄をご覧ください。